どうですか今の心境は。もう朝からとにかく落ち着けないですよ。本当に落ち着けなくなるんですよ、もう何もかもが。なのでちょっと心を落ち着かせて、ね、今まで練習してきた分を出せるように頑張りたいなって思います。本当に発表からあっという間すぎて、もうみたいな、もうどうしよう。楽しむのが一番なのかなって思って、でもやっぱり緊張するな。あれ？あの子？あ、ゆうかちゃん、コウメチン。あなたは確か、マキ？それとも、ティ？だから私はマキティ。そんなことよりマキティ、この先の行き方、わかる？わからない。私もアーマー王国から歩いてきたんだけど、もう限界。やっぱ私たちだけじゃ無理なんだ。最強の力が欲しい。キャー！これは銅像？Let's go back.
って委託前の儀が始まって、そこからもファンの人たちがめっちゃダーッとすごいて、すごい緊張しました。ステージにした時たちで始まっちゃったらもうあっという間に終わっちゃって、でもやっぱなんか例えば武器を置くのも次の曲のことも考えておかなきゃいけないなとか、こうやりながら後であって気づいたりとかしたので、どんどんステップアップしていきたいなって思います。今まで候補生として活動してきて、やっぱり候補生と譜面女子では振り付けの難しさも全然違うし、責任的なことも全然違うから、新鮮になったということで、やっぱりなんかより良くなったねって言ってもらうのが理想っていうかで、パワーアップしたねって言ってもらえるようにこれからどんどん頑張りたいなって思います。緊張しました。